シワノブースの、はい、おすすめの新製品の紹介をお願いいたします。はい、2016年、手巻きの、船リール、はい、ボートでのライトゲームで、すごいリールを発売させていただきます。こちら一度持っていただいてよろしいでしょうか。はいはい、お軽いもうちょっと重いと思ってた。そうなんです、すごい軽いリール。こちら、145g、はい、こちらの製品名がスティーレ、はい、スティーレ、新しい、ブランドの、製品になります。意味が、イタリア語でスタイルという意味です。はいはい、どういう、釣り物で使っていただけるかというところなんですけど、まあ、餌では、まあ、カワハギ、マルイカ、タチウオ、まあ、カレイ、フグ、もう何でも使っていただける。でさらに、ルアーでも、まあ、最近ハイのタイラバー、メタルスって、まあ、イカメタルで使っていただけるような、仕様に、まあ、ライトジギンももちろん使っていただける。で軽いんですけど今回これパワーがあります。はい、で今回そのパワーの源となるのは、ボディが、鋼ボディ、金属ボディなんですね。鋼ボディプラス X シップ、ギアを両端ベアリング両端でしっかり抱えてますので、巻きがスムーズかつ強度もある、そういう構造にさせていただいています。軽いだけではなくてパワーがある。でさらに、まあ、船仕様なのでハンドルが102ミリ長いロングハンドル、ロングパワーハンドルにノブも大きなノブをつけてますので、まあ、力強く巻き上げる仕様になっております。でさらにですね、はい、こちらちょっと糸を引っ張っていただいたら、はい、音が鳴るドラグサウンドですね。魚が、まあ、どれだけ引き出されたか、糸がどれだけ引き出されたか、もしくはその魚の大きさが予測できたり、あとは、まあ、釣り人にとってはこういう音がすごく楽しいですので、まあ、まあ、こういう、そうですね、のを、まあ、楽しんでいただければと思います。でさらにですね、はい、まあ、こちらのリール遠心ブレーキ、遠心ブレーキもこちら搭載してますので、まあ、キャストも安心してできる、本当に、ボートでは何でも使えるような、ボートのライトゲーム何でも使えるような仕様にさせていただいております。こちらあの2月、はい、発売、あ、じゃあもう買えるってことですか。もう、こちらの、ご覧になられている方はもうお店の方に、店頭に、並んでおりますので、ぜひ、見ていただければと思います。あと、あ、すいません、もう一つ、はい、あとですね、はい、ギア比の方が一巻き58センチと、80センチがありますので、まあ、こちらの方は、お客様の方で自由に選んでいただいて、使っていただければと思います。ライトゲームフィッシング、この理由で皆さん楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。